次行きましょう。テオドール・イリオンが報告した中に、アルザリアンは人肉を食らうことで超能力を発揮しているとありますが、これは生体プラズマが関係しているのでしょうか。誤解ないように言っておきますと、アルザルはプラズマという非常に光、要は神の光で覆われた非常にいい世界です。物を食べなくても細胞自身が神の光を受けてますから、まあ全然言葉は違うんだ、まあ、光合成してたもんで、光エネルギーを体と入れてますから、だいたい寿命は1000年ぐらいあります、だけどそういう中でも悪い人は出てくるんですね。でこの最大の罪というのは人肉を食っちゃうんですよ、でそういう連中は隔離して地表へ追放、で多くは洞窟に住むんです。太陽の光当たると物の見事に枯れ絞んで死んじゃうんですね。これがシャングリラ、なんだっけ、オリビア8世がなんかが出たなんとかの地平線かな、あれ確かそこから出ると急に体が枯れ絞んでいくっていうね。だから多くは洞窟から出られないので、そっか流刑の地になってるんですね。だからアルザルというのは素晴らしい国ですが、そこの流刑の地がその洞窟の中にいる連中、追放された連中ですね。で超能力って言ってますが、その超能力って意味じゃなくて、そのいわゆる何だろう、エンティティ、体を持たないエネルギー体、これいわゆるルシフェルのことなんだけど、このルシフェルがその連中をこうある意味支配していると、ちょっと我々の普通の常識ではないような現象が起きるんですね。物が勝手に浮かんだり、だからそういうのを総して超能力というふうに、まあ、あれは言ったんだろうけど、ただこの連中はこういうのは夜太陽の光がない月の時にわらわらと出てくるんで、まあでも日本でも、まあ、生ハゲなんかまあそうだな、だいたい赤色人とやはり緑色の体を持ったものが圧倒的に多いんですけど、イリオンが見たのはチベットの山奥のある場所です、三方渓谷って言って、ものすごい渓谷のところにある大きな巨大な洞窟、まあそれをもってアルザの人たちを決して悪く思わないでほしい。